皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。フジテレビノンフィクション、今回はですね、なんと、癌で35歳でもう亡くなって、突然に亡くなってしまったですね、料理研究家、高木恵美さんのですね、宣告から5ヶ月までのドキュメントということで、これ、本当にすごい記録だなと思うんですよね。癌で宣告して、34歳で宣告されて、亡くなるまで、ちょうど取材に入っていて亡くなるまで追ってるっていうのはこれ本当にすごくって、今はコロナという話が出てますけれども、でもやっぱりがんというものもあって、その生きる死ぬ病気ということを考えるのに非常に素晴らしい番組なので、ちょっと紹介をしていきたいと思います。で、私は高木恵美さんという方は全く知らなかったんですけれども、まあ、人気のあるですね、料理研究家で本も出されていて、まあ、料理教室は予約困難なほどの人気ぶりということなんですけれども、なんと34歳で突然のがん、しかもステージ4ということで、もう末期がんだと。で、しかもですね、本人、腰が痛くて、腰痛で病院に行ったら、これ腰痛じゃなくて、がんがもう全身に転移してますよということで、がんの宣告が2020年の10月31日ということで、もうほんのちょっと前に、もうそれまで元気だったのに、突然のがん宣告ということになります。ところがですね、もう番組の前半は、この人死なないんじゃないかな、っていうぐらいもうスーパーポジティブで、まあ、人気料理研究家で、まあ、シングルマザーということもあって、まあ、死ぬわけにはいかないと。で、とにかく楽しくもう笑顔で頑張ろうみたいな感じで、いやまあ、がんはがんでもどうにかなるだろうみたいな感じでですね、もう3日後にはがんで宣告されちゃいましたみたいな感じのインスタライブをやったりとか、本当にその心から、そのなんちゃってポジティブじゃなくて、本当に心からポジティブで、この人、なんかこの番組途中半分ぐらい見てると、この人本当にこの病は気からっていうのを実践して、ステージ4を吹き飛ばしたのかっていうぐらいの進行、番組の進行で進んでいくんですね。で、しかもですね、10月31日にがん宣告されて、入院してるんですけれども、まあ1ヶ月でなんと退院をしてしまい、数値もですね、良好ということで、いや、これ、どうなってるんだと、いくらなんでもステージ4で、ね、病は気からってスーパーポジティブで毎日ライブ配信して、それで治るのかみたいな話になってくわけですよ。これ、そんなこと言ったら現代の医学何なんだみたいな話になるんですけれども、ところがですね、2021年の3月24日に、体調が急変して、緊急に入院し、そのまま集中治療室へということで、入院よ、ということで、もう今まで元気だったのに、やっぱりもう進んでいたということになってですね。で、入院4日目にして集中治療室を出れたんですけれども、これは体調が良くなったからではなくて、病院の方がもう多分ダメだろうということで、その集中治療室にいるともう家族とも会話ができなかったりするので、最後に家族との時間をということで、一般病棟に、戻して家族との最後の時間を過ごさせてあげたというですね。で、なんとその翌日に3月28日で亡くなってしまう35歳ですよ。で、しかも今まで超元気で、しかもスーパーポジティブで全然ネガティブじゃなくて、34歳まで平気で、でもがん宣告されて10月31日からもうたったこの5ヶ月ぐらい、ね、で亡くなってしまうというですね、まあ本当にちょっとこの、ね、がんって恐ろしい病気だなっていうのはあるんですけれども、いや本当にこのノンフィクションを見てた時に、これ治っちゃったぞっていう番組なのかって途中まで思ってたんですよ。いやーでもまさかそんなステージ4で前向きだけで治るのかみたいな、でもそのぐらい本当に心から前向きだったんですけれども、まあ結局病に勝てず、でもそれにしても短いですよね。宣告されてから本当に半年も経たないうちにということで、ただですね、もう本当にこの、まあ、素晴らしい番組だと思うのは、そのがんになっても、
もう余命がもうほとんどない中でも本当に心から前向きに自分のやりたいことをやって、多くの人にも配信していく姿っていうのは本当にこれはなんかこう、生きる手本というか、それはそれで本当にね、素晴らしいなという感じはしますね。ということで、このノンフィクションね、フジテレビのノンフィクション、本当にね、意外といい、すごい内容をやってるので、ぜひ皆さん見ていただきたい。私もノーマークだったんですけど、情熱大陸とかあんなしょぼい番組より、はるかにいいですから、日曜日の2時っていうですね、非常に中途半端な時間にやられてて、あまりね、日曜日の2時って外出してたりするようなね、人も多いと思うんですけど、コロナでね、外出してない人もいるかもしれないので、見れる時間かもしれないので、非常にね、前回も結構素晴らしい番組やってたので、フジテレビノンフィクションぜひ見ていただきたいんですけど、この高木栄美さん編も、本当にそのがんで宣告されて、スーパーポジティブな人がいるから取材どうですかって言って、取材に入って、で、亡くなって、亡くなってからその後の家族の様子も少しは映ってるんですけれども、そこまで記録してテレビに放映するって、これ本当にすごいことだと思うんですね。で、コロナも大変ですけれども、やっぱりがんで、やっぱ特に若い方が亡くなっている、で、特に女性なんか、いきなりね、がんになってっていう方も結構多いので、そうした中ですね、前向きに発信し続けて、それでも亡くなってしまう。でも、悲しさもあるけれども、そこに希望もあるっていう、この生きる姿をですね、ぜひこの記録、素晴らしい記録だと思うので、高木栄美さんのこのノンフィクション、ぜひ見ていただきたいなと思います。